Hey o u guys、こんにちはクリスです。今日はですね、上手に人と付き合う方法っていうのをぜひ紹介したいんですよね。本当にこの人を。 褒める方法っていうか人と上手に付き合う方法っていうのはスキルなんですよねで、これ実際に身につけることができますのでぜひですねこの方法を皆さんに紹介したいなって思っておりますでね、これあのポッドキャストでも流れてますのであの Apple Podcast とかスパ o t i f とかねあの Google の Podcast とかに行くとねこれ聞き流しすることもできますのでぜひこれ何回も何回も聞いてでこれかなり自分の人生が人との付き合いが大きく変わってくる方法を紹介しますのでもしよ よかったらぜひねノートみたいなのも取ってもらえればすごい嬉しいなって思います。もうこれは本当にねガチ勉強系の YouTube なのでねもう本当に聞いてるだけでね人との付き合いが本当にマジ変わってきますねなぜかっていうとねこういう方法を学んでいくと相手 人に自信を与える方法っていう、このスキルも身につくわけなんですよね。なので、ちょっと人間関係が苦手だなとかね、ね、嫌われる、ね、ちょっと嫌われてるんじゃないかなとか、ね、もっと会社の中で、ね、認められたいとか、ね、そういう方には、本当にバッチリなビデオだと思います。もちろんね、家族とかでも使えると思うので、なんか苦手な家族の人がいたらね、まあ、ちょっと家族は難しいかもしれないけど、一応使います。r i g h t じゃあね、えっ、ー、と、簡単にね、これをやっていくんですけれども、まあ 人に自信を与えられるようになるこれができるようになってくると本当に人から疲れていきますなぜかっていうと私たちの世の中では人を落とすのが得意な人はいっぱいいらっしゃるんですけれども人を上げるっていうのが やっぱりそのね日常生活の中でね、ね今日朝起きて仕事に行ったら、いやー、いい会社だったね、僕あの上がったよ、自信がついたよみたいな、そういうところっていうなかなかないっていうか、珍しいんですよね。まあ、もちろんね、クリスの部屋を見ている方たちはね、結構アドバンスなね学生の皆さんがいっぱいいらっしゃると思うので、人生の学生っていうのがね、逆にこれはね、人を上げていくスキルっていうのは、すごい大切なね、ね相手のためにもなるので、ぜひやっていきましょう。で、簡単に説明すると、今日はね、いろんなテクニック、ね、論理 心理的なテククニック、ね、これ中にはずるいんじゃないかっていうずるいみたいなテクニックも入っていますが、ね、そのテクニックっていうのを待ってでもテクニックだけだったらできないんですよ。なぜかっていうとテククニックで人を褒めるとバレますナ、ねあのー、ナンパナンパナンパって女の子僕,僕はあの男性で女の子が好きなタイプなんですけれども。 あのね、やっぱり結婚する前とか、ね、奥さんと出会う前とか、ね、やっぱり素敵な女性がいるといろんなテクニックを使ってです、ね、素敵な女性とデートしたり、ね、テクニックを使ってできることはできるんですけれどもあまりにもテクニックに頼りすぎると何が起こるかっていうとその相手があなたのことを好きになるんだけどテクニックを使っているあなたが好きになるんですよね。ここれ注意しないといけないいいいいとととけんですよ、ね、でどういううかっていうと テクニックっていうのは本音じゃないんですよね。ちょっとずるいっていうか心理テクニックっていうのがいっぱいあるんですよ。で、これに頼ると、ね、何が起こるかっていうと、僕が過去にあったのは、なんかすごい素敵なね、女,女性をと、ね、デートに行くことができてで、テクニックを使って好かれてるんですけど、ちょっと本音を出せないっていうか、で逆にその相手の何ていうのかな、 相手の本音が自分と合わないみたいなのもあったんですよね。ねその外見が素敵なんだけど内面があんまり <laughs> ちょっと自分に合わなかったみたいな、ね。そういうのもたまにありますので、テクニックだけだったらうまくできないと思います、ね。短期的な効果はテクニックは出してくれるんですけど、はい。皆さんこのテクニック今日学びますので心配しないでください。 でねやっぱりね僕はこれスピリチュアルねハートの目線っていうかねそれに合わせないとこの本音でいくっていうのがね本音で本当にその人の成功を祈る、ね、本当に相手の幸せを祈る、ね、スピリチュアルってどういうことかって僕が、ね、もし説明させていただけるんだったらね例えば人生が終わるじゃないですか。ね、でこの世からねこの体の世っていうかね バイバイって言って、スピリチュアルのね、レラム、その世界に行って、ね、神様かなんか分かんないんだけどね、あの、どうだった人生って聞いてくれて、いやー、人生良かったよって、本当にちゃんとできたって、本当に本音で、あなたの心が思っている通りに人と接することができたってなった時に、いやー、ちょっとね、僕テクニックに使いすぎて、あんまりうまく付き合うことができなかったんだよねとかね、ちょっとずるいことしちゃって、それ後悔していますってなって、じゃあもう一回生まれて人生やってみるってなったら、うんって。 ね、そのようなことが僕は本当にスピリチュアルだと思うんですよね。でなので本当にこのスピリチュアルな目線で人と上手に付き合っていくっていうのは深いトピックだと思うんですよね。で本当にこのなんかうまくいくっていうのはその相手が成功する相手がうまくいく相手が幸せになっていくこの地球がもっと幸せになっていくっていうのが本当に僕はこのスピリチュアルのなんか意味だと思うんだよね。 OK。なので、このテクニックっていうのを一緒に学んでいきましょう。で、このテクニックのアドバンスなことを説明して、で、アドバンスが、あ、こういうことなんやって分かったら、今度スピリチュアルの目線で、このテクニックと付き合っていくっていうのができると思うんですよね。なので、本当にこれができるようになると、相手の自信を高めていく、相手の成功が本当に叶っていくっていうお手伝いができますので、本当にリーダーの方たちは、これが必要になる、ね、とても役になるスキルじゃないかなって思います。r i g h t まずね、じゃあちょっとこれがイントロダクションでした。はい、チャッターカット。はい、次のチャッター、チャッター2は人との付き合いっていうのはリアルに難しいっていうことなんですよね。リアルに難しいんですよ、人間関係っていうのは。でこれは本当に僕は人生の修行だと思います。で、中にはですね,ね、ポジティブな人もいるし、ネガティブな方たちもいらっしゃいます。で、ここで注意しないといけないのは、その人自身が、 ネガティブじゃなくてその人が今ネガティブなラジオ局にチューニングを合わせているっていう風に考えると本当に楽になってくると思いますねあの人悪いんだあの人ダメなんだって考えるんじゃなくてあの人はそういうのを今選んで 何かを学んでいるんだよって。その人も成長して、ね、花が咲くみたいな感じでうまくいくんだよって、ね。だからその人が悪い人なんだ、ネガティブな人なんだって言って、その人をネガティブな人なんだって決めちゃうと、逆に私たちがそれを思っているエネルギーがその人についちゃいます。ね、のび太くん。ね、ジャイアントスネオくんが、のび太お前は本当にダメなやつなんだよなって言ったら、のび太くんが本当にダメなんだと思っちゃいます。ね、私たちの仕事、リーダーとしては、ね、のび太くんがいたら、のび太くんは大丈夫だよって。 のび太くんは賢いよ。上手いよ、人と話すのが。とか。ね。そういう感じで、その人の成長をサポートしてく、するっていうのが我,我らの仕事ですよね。それを忘れないでください。本当に、のび太くんは、まあ、本当にダメなやつだなって言っちゃったら、その人の魂に傷がついちゃいます。ね。そう私たちが言った経験がエネルギーだから、それがその人ののび太くんの周りにぐる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 回って、何かが起こると、いつもその傷がね,あのね、思い出しちゃうっていうことなので、まず、 忘れちゃいけないのは、ね、これエネルギーなんだって、ね、エネルギーなんだってネガティブな時もあるしポジティブな時もある、ね、でもその人自体は壊れてないんだよってそれを忘れないでやっていきましょう、All、right じゃあすごいテクニックを学んでいきます、right. でね 人と付き合う時のテクニックをね、これを学ぶためには、ちょっとベーシックなファンデーションのトレーニングが必要になると思うんですよね。本当に僕は NLP ってご存知の方、LIKE ボタンを押してください。 ね、これで何人か NLP 知ってる。今うまかったね。ちょっとずるかったけどね。<laughs> はい、ごめんね。親父ギャグ、兄ちゃんギャグ。わ、ね、かんないけど。まあまあね。でも本当に、あのー、ぜひね、コメントで NLP 聞いたことあるとか、興味あるとか、NLP のライセンス持ってますって、ぜひ教えてくれたらね、僕もね、あのー、こうやってみんな、見てるみんなとね、もっと近づきたいので、ぜひねあのライ、特に LIKE ボタンを押したらね、これエネルギーだからね、いいこと起こるよ。っていうか、その、やっぱ、 ね、NLP っていう Neural Linguistic Programming っていうのがあってこれは結構なんかちょっとスピリチュアルなあの人間の心理学みたいな感じで僕は理解しているんですけれども NLP っていうのは、まあ、NLP については置いておきます NLP っていうのがあるわけよ、ね、でその中で、えー、と人間には3つのタイプがあるよっていうレッスンがあるんですよね人間にはレスあの3つのタイプがあるとでどういうことかっていうと V タイプ ビジュアル系、ね、これは視覚系の人たちがいます。視覚。ね、で、ア u トリ聴覚、聞いて聞、聞く系の人たちがいて、 キネステック体感覚っていう方たちがいらっしゃるんですよね。でどういうことかっていうとビ、ね、ビジュアル、見る,見るタイプと、ね、アディトリー、A タイプ、聞くタイプと、タッチのタイプっていうのがあるんだけどね、K タイプって呼ばれてるんだけど、どういうことかっていうと、これは情報がどうやって私たちの脳の中に入ってくるのかっていうことなんですよね。ね私たちには、ね、六角があります。六角があります。ね、これは、えー、と目。 ね、目,目から情報が入ってきます、ね。匂いから情報が入ってきます。2つ目。3つ目がタン。下から情報が入ってきます4つ目がタッチ、ね。タッチすることに集めたいな、暑いなとか、あ、これやわらかいなって言って情報が脳に入ってきます。でえー、と5つ目が、あのー、聞く音,音が情報として脳に入ってきます。ね、で6個目は何だろうって ね、6個目は何だろうそれはちょっとエネルギーとか感覚とか yourgot feeling ねなんかこ,のこれはちょっと悪い感覚だよねなんか匂いがするよねこの会社って危ないんじゃないとかこの人たち危ないんじゃないとか,なんか,かる直感的に分かるんですよね。でこのねちょっとそのエネルギー的なのを置いといて、ね、私たちの日常生活の中で普通のタイプ普通の場合は、ね、情報が見て入ってくる。 聞いて入ってくるそしてタッチで入ってくるっていうのが多いっていうことなんですよねやっぱりね今日の仕事に行ってさ、うん、今日の仕事の味はねうん今日仕事いいねとかねお客さんにあお客さんはじめましてよろしくお願いしますペラ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 とかクンクン,クン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 しないでしょね見てその人とコミュニケーション取ったり話したり、ね、聞いたりするわけなんですよね OK、right. なのでこの人間っていうのはベーシックにこの見るタイプと聞くタイプと ね、タッチのタイプこの3種類に大きく分かれていてもちろん皆さんバランスはありますけど例えば見る方がなんか強いまたは聞く聞く方が強いっていうのもあるしタッチするっていうのがあの強いっていうこともあるんですよねだからこれもし彼女とか旦那さんとかねあのボーイフレンドとか自分の子供とか親でもいいんだけど友達でもいいんだけどねどうやったら相手に「大好きだよ」って伝える。 中にはカードを用意してお土産を買ってあげると「あ好かれてる」って分かる人もいるし、ね、タッチハグしてあげると、ね、手握ってあげるとかそれをやってあ本当に私はこの人から好かれてるなって分かったりとかねそうやって人の場合のタイプっていうのが、ね、分かれてきますよね。で大切なのは ね、このタイプがあるよっていうことだけでいいんですよねで。もっとこれを深く学びたいんだったらぜひ NLP の YouTube とかいっぱいあると思うんですよ。英語でもあるし日本語でもあるので、ね、本とかもありますので、あのー、もっと詳しく知りたい方はそれを見ていただければと思います。ね、このチャプターのポイントは、ね、視覚タイプ聴覚タイプ体感タイプ体,体感覚タイプっていうのが主に多いよっていうことなんですよね。 で簡単に説明すると視覚タイプ見てわかる人は、ね、例えば営業する時にねパワーポイントとかキーノートを使ってビジュアルを使って説明してあげるとすごい分かりやすいんですよね。で聴覚タイプっていう聞くタイプの人たちが得意なのは読むのが得意なんですよね。読むのが得意そして聞くのも得意なんですよね。 でよくこの聴覚タイプの人たちは、ね、結構フラットなタイプたちな人,であります人がいらっしゃると思います。例えば弁護士、弁護士とか、なんか PhD の博士とか、ね、なんかそんなにワクワクしても、ワクワクを見せない、なんか普通にトーンでこういうふうに話していて、ね、なんかそんなにテンションが上がるっていう感じでもないし、テンションが落ちるっていう感じでもないんだよね。 こういう感じで普通に同じトーンで話しているっていうのが結構この聴覚タイプのあの,、ね、あのねユニークなポイントです。で体感覚タイプっていうのはもちろんタッチとかね動きによって感情によって本当に自分あのメッセージが伝わるっていうことなんだけどねここであのテクニックに入るからだからそのテクニックを使う前にこういうタイプがあるよっていうのをそれだけ知ってればいいのねそれだけ知ってればいいのよ。OK? Alright じゃあ次のチャプターに行きましょう。 で次のチャプターのは、これからテクニックに入っていきます。ね、まず学んだのは、ね、いろんなタイプがいるから、今度テクニックを使うんだけど、ね、何をやるか、最初は、自分を相手のタイプにマッチするっていうことなんですよね。ねこれ、大切なので、ぜひノートを取ってください。 ね、これ忘れれないでもうこれだけでうまくいくっていう感じなんですよ本当にねこれ相手のタイプ相手のエナジー相手のエネルギーに自分をマッチするんですよねこれをしないと何が起こるかっていうとね例えばねそのなんか営業する時の相手の固有振動数がね オーディタリータイプ、聴覚タイプ、相手がなんか普通にこういうトーンで話していて、全然ワクワクっていうのを感じなくて、テンションも上がらないし、テンションも下がらないし、こういう感じで話している公務員の人とか、ね、弁護士の方とか、ね、博士の方とか、先生、学校の先生の方とか、いっぱいいらっしゃいますよね。これ、悪いことじゃないんですよ。 ね、何をすればいいかっていうともしあなたが、ね、視覚タイプとか体感覚タイプで、ね、ワクワクしたり「やった!」とか「うっう,う,うイエーテンション高いぜー」みたいなことがあって、ね、あなたのテンションがバーンってやって、ね、営業相手のテンションがブーンってなったら何が起こるかっていうとこの共鳴を作ることが私たちの,あの仕事なんですよね。 同じ相手がこういうふうになっていて自分がこういうふうになっていたら自分をこういうふうに合わせないといけないわけなんですよ。でこれを作ることによって共鳴っていうのがエネルギー的にこれ科学ですよね。科学っていうのが行って今度メッセージが伝わりやすくなるっていうことなんですよね。あこの人信頼していいんだこの人は私みたいな人なんだあもう一人の私がいるぞ、まあ、そこまではいかないんだけどこの人は信頼していいぞっていうこの信頼性っていうのが相手の エネルギーに自分を合わせることで生まれるわけなんですよね。ケー。じゃあどうやって相手のエネルギーに自分を合わせていくのか、ね、いくつかのポイントがあります。一つのポイントは最初は「話すスピード」です。ノートを取ってくださいね。話すスピード ね、相手がテンションが高くないこうやって普通のトーンでモノトーンみたいな感じでずっと学校の先生みたいで話している方がいら,したいらっしゃったら自分もそういう形で合わすわけなんですよ。ね、例えばあ「クリスさんどうもこんにちはようこそ我が会社へ本当に今日は来てくれてありがとうございます」って言ったら、ね、僕も「いやいや本当に <laughs> 誘ってくれてありがとうございます素敵な会社ですね」みたいな感じで合わせるわけなんですよね。 ね、まず話すスピード相手が子供みたいになんか「ういやいやこんな感じで楽しいね」よね子供がいるとしたら、まあ、子供は置いとこうちょっと営業先だからでなんかテンションが高いクリエイティブな、ね、なんか若者がいて「いやークリス今日会社に来てくれてありがとう」っ、ね、ちょっとビデオのねってことで手伝ってもらいたいんだけど YouTube とかうちの会社でやってみたいなと思っててさどうだろうっていう時に自分があ誘ってくれてありがとうございます社長はい YouTube ですよねって言ったら「何この人」ってもここへ。 共鳴ががないいかかららこううう振動数があまり違うからだから、相手のテンションが高かったら、ヘイクリスみたいな感じで、いや、社長、ありがとう、誘ってくれて、本当にありがとうございますよって感じで合わせるわけなんですよ。OK? なので、話すスピード。で、ここからずるいテクニックに入っていきますよ。次は、動きです。 相手の動きなんですよでこれはちょっと気をつけて、後でもうちょっと説明しますね。これは要注意。これはビギナーの人は、ちょっと練習を数ヶ月、3ヶ月ぐらい練習したら、本格的に営業とかで使えると思います。なぜかっていうと、これを失敗すると、ちょっと変,変なのね。どういうことかっていうと、マジ。例えば営業先の人がこういうふうに行ったら、こういうふうに動くじゃないですか。こうやって動くじゃないですか。 そしたら、あなたも、ね、例えば向こう側に人がいたら、こうやって動くわけなんですよ。こうやって動くのね。で、その人がちょっとこうやって動いたら、あなたもこうやって動くわけなんですよ。同じ感覚で。その人がこうやったら、自分もこうやるわけなんですよ。これ結構アドバンスです。これはアドバンスなテクニックです。ね。でも、ね、ポイントは、 ね、相手がこういうふうに立っていたら、こういうふうに見て話さないでください。分かる相手がこういうふうに立ってて、こういうふうにあなたのことを見てなくて、なんかこういうふうに見てたら、あなたも反対側として同じようなボディのポジションを取ってください。でその人がこういうふうになった時に自然にナチュラルな,な形で、あなたもこういうふうに動きます。OK? Okay. これちょっと難しいんだけど、これあの、忘れないでくださいね。動きを合わせるっていうことなんですよ。だから本当にペンとかを持ってペンを下ろしたら、あなたもペンを下ろすみたいなことなんですよね。これ、あの気持ち悪いほど効きます。本当に。ね、これ、最初言ったよね。テクニックだけに頼らないでって。ね、これ、本当に気持ち悪いように効くんですよ。ばれなかったら。 ケー、okay? なので、あの本当にこれ、あの実際に僕も営業とかで使って、あの信じられないあのベネフェットとかを出してくれるテクニックなんですけれども、だから、ポイントは、相手のエネルギーと自分を合わせるわけよ。で、最後、ね、最後の、ね、最初はそのスピード。話すスピード。二つ目が、相手の動き。三つ目が、ムードなんですよね。ムードなんですよ。だから、相手が落ち込んでいたら、 ね、同じようなトーンで同じようなエネルギーで相手と話すわけなんですよね。だから相手が「ああこんにちはクリスさん今日来てくれてありがとうございます」。いやなんかあのー、ね我が社では「我が社」って言わないよねなんか言うよね。御社と 相手なあるよね、日本の我が社ではね、今あの、メディア系のところで YouTube みたいなのをやろうと思っているんで、クリスさんに来ていただいて本当に嬉しいですって言ったら、いやー、なりさん、ありがとう、呼んでくれてありがとう、一緒に YouTube やってこうぜみたいな、それ合わないわけよ。合わないわけよ。相手が、いや、クリスさんって言ってたら、いや、何々あ、山本さん、本当にあ,のありがとうございますって言って、ね。エネルギーを合わせる。 ね、後から上げることはできますまず最初にマッチしてあげる最初に固有振動数を合わせる共鳴を作るっていうことなんですよね。でこれがないと自然な信頼性っていうのが作れないんですね,ねあまりにも相手のテンションが高くて自分のテンションが低いんだったら相手は、ね、低いテンションの人を「うわきって思いますで。これ自然なんです。なぜかっていうと合わないからなんです。合わせることによって で自然な共鳴、自然なナチュラルな信頼性っていうのが作れます。これがないと、後からの誘導、後からのその人のエネルギーを変えていくっていうの、中から変えていくっていうのができないわけなんですよね。<All right. S 1> じゃあ、ちょっと復習をしましょう、ね。相手にはいろんなタイプがあると、主に3種類のタイプがあって、ね、高いテンション、モノトーンとかいろいろあります、ね。ムードとかもあります。何をやるのって。 相手の話すスピードに自分のスピードを合わせる。相手の動きに自分の動きを合わせる。で、あの相手のムードに自分のムードを合わせる。ね、簡単に大きくまとめると、相手のエネルギーと自分のエネルギーをマッチするっていうことなんですよ。ね、これ本当に上司の方、部下の方、忘れないでください。 ね、部下があなたに、ね、あ上司があなたに怒ってきたら同じエネルギーに合わせないといけないんですよ。ね、だから上司があなたに「おいこれはなんちゃかのお前できなかったやろ?」ちょっとえっ、ー、何すか?」みたいなそうやって <laughs> まあまあ、まあ、そうやってやると戦いになっちゃうから同じようなムードをキープする、ね、部下がミスしたら怒っちゃいけない部下のムードと合わせて共鳴をキープしながらトレーニングをやるわけなんですよ。 部下が何かの仕事をミスする。ね。そして、チカーンカチーンってなるでしょ。おい、部下、何でこんなにことができないんだよってなっちゃうでしょ。ね。そうしないで、部下のエネルギーと自分の共鳴を作って、そこから相手にコーチングする。レッスンを渡す。レッスンを与えるレッスンするっていうことなんですよ。ケー。なので、ポイントはエネルギーを合わせるっていうことです。a l r i g h t じゃあ、次に僕がお勧すすめしていることはですね。 あのこれ本当にあのビギナーの人とかにねこれ初めて聞いてる方たちぜひライクボタン押してくださいこうやってねか <laughs> やめようかこのライクボタンもうライクボタンえちなみにさごめんこれあの余計な話なんだけどちょっと休憩取ろう休憩取ろうえっ、ー、と次のねテクニックを学ぶ前に皆さん知ってる YouTube にねダウンボタンの数がなくなったんですよね今見てこの YouTube ライ、like、クボタンの数はついてるけどダウンボタンないでしょ ね、だから、どんなにね、ライクボタン、ダウンボタンを押してもね、これは現れないっていう形に YouTube が変わったんですよね。僕はこれ個人的にはすごいいいと思います、ねあの。もちろんね、中にはなんかもっとライクがあるから、このビデオに価値があるあライライ、ライクじゃないボタンがあるから、このビデオに価値があるか価値がないのかっていうのが分からないとか、そういう思ってる方もいらっしゃるみたいなんだけどね。All r g h t じゃあ、余計話を終わりで、次に行きましょう。 次はですね、まず相手のエネルギーと自分のエネルギーをマッチすることができたら、ここで共鳴が生まれたら何をやるっていうことなんですけれども、でもう本当にこれ、上手い人はもういきなりハートワークとかできるわけなんですね、すっごい深いスピリチュアルなことが、これができた瞬間にできるんだけど、それがちょっとできるようになるには、あのまあ、数年後はかかるんじゃないかなと思うので、まず最初に皆さんにこれをやるとすごいベネフィットがあるのが、相手を褒めるっていうことなんですよね。 相手を褒めるっていうことなんですよ、ね、だからちょっと考えてみてください。ね、あなたが会社にいてなんか営業マンが来るわけなんですよ。 でね、すっごいテンションが高いエネルギーの営業マンでであなた忙しくて時間がなくてなんだよこいつってやりたくねえなと思ってるわけなんですよねでその時にねすっごいテンションの高い営業マンが来てうわーなりなさん今日はありがとうございますうわすっごいかっこいいネクタイですねうわジャケットも最高うわ靴ももうマッチ似合ってるってなったらうさんくさいってなるでしょ何この人ってうわーこの人軽いなーってなっちゃうじゃん、ね、でも その人が来て、ちゃんとあなたとエネルギーを合わせて、本当に忙しい中、ありがとうございますって言って、ね、感謝の気持ちとかをやって、あなたとエネルギーを合わした後に、あ山本さんの靴ってすごいおしゃれですね。とか軽く言ったら、えあそうなのあれありがとうってなるでしょなるでしょで女性の場合だったら、あ山本さんのハンドバッグ、シャネルですかすごい素敵ですね。って、すごい、あのー、スタイルいいですね。とか言われたら、はいあ,ありがとうとかなるでしょ褒めね だから、このエネルギーを合わせた後に褒めると、相手がそれを飲み、相手のハートに行くわけよね。ね。なので、この褒め方に入っていきましょう。褒め方。で、褒め方でやっちゃいけないことっていうのがあるんですよ。なんだと思いますなんだと思う褒めるときにやっちゃいけないこと。それは、嘘をついちゃダメなんですよ。ね。 だからあなたが営業していてでエネルギーを合わせることができたって言ってで髪型が全く普通な人に「いやかっこいい髪型してますね」って言ったらそれ嘘なんですよ、ね。全然普通のハンドバッグで全然なんかおしゃれっていうのを意識していない人に「いやそのハンドバッグおしゃれですね」とか言ったら「ね、えっ?」てなるわけなんだよ。ね、嘘をついたら バレるっていうかなんて言うのかな嘘をついたら嫌われるっていうか、ね、だから嘘をついちゃダメなんだよだから僕たちの仕事はディテクティブねあのあいたよなイギリスのディテクティブっていうのはあの警察官でさなんかいろいろ調べる人いるじゃんねなんかなんかここで殺人があったみたいな感じでよしじゃあちょっとメガネをなんか使ってね指紋。 指紋を取ったりとかさ、なんかここに足跡があるからこのサイズは何だろうとかさ、それディテクティブっていう言葉があるのね、日本語で。ね、あのシャーロック・ホームズよ。シャーロック・ホームズにならないといけないのね、あなたは。ね。だから、営業してるんだったら、営業先の相手のを勉強しないといけないわけよ。この人はどういうことなんだろう。これがうまくなると、すごいあの、すごい営業がうまくなるのね。 すっごい営業がるのよどういうことかっていうとまず嘘をつかないでその人が努力していることそれを調べないといけないのねその人が何に努力しているんだろう何に気を使っているねだから人を褒めるときはアウターから行くわけよ でアウターからインナーに行くのね。だからアウターでその人が努力しているところから入っていくわけよ。エネルギーを合わせて、じゃあその人が、あこの人スタイルすっごいいいねって、この人スタイル気にしてるじゃんって。あっ、て見ると、あ洋服が、ね、洋服が靴と合ってるじゃんみたいなカラーで。うわー、よくできました。ってよく見ると、あハンドバッグも洋服と合わせてるじゃん、この人と。うわー、よくできる あらまあ、このお姉さん、メイクも洋服と合わしてるよ。すっげえなーって褒めるわけよ、そこで。すっごいスタイルね。ね、素敵なハンドバッグですね。って、靴もお似合いでとかやると、その人努力してるから、ありがとうっていう気持ちになるじゃん。なるよね。 ね、だからあなたはシャーロック・ホームズみたいにその人が気を使っていること、ね、例えば髪の毛とか、ね、男性女性髪の毛スタイリング、ね、どういうフィットな洋服を着ているのか、ね、カラーとか色とか、ね、ハンドバッグとか、ね、時計とかかもしれないよね。 ね、そういうことから入っていくわけなんですよ。まず、ね、だから人を褒めるっていうのが上手になってきます、ね。何に努力しているんだ、何に気を使っているんだよっていうところから入ります。で、その最初は、だからその一つ目、一つのポイントはそのアウター、ね、スタイルとかそういうところなんだよね。でもうちょっと これ、仕事とか、ね、リーダーの人とか、ね、そういう人は、ね、その人が、相手が仕事で努力していることを見つけないといけないのね。仕事で努力していることなのよ。ね、例えば、例えば、会計士だったら、会計士のスなんかスタイル、なんかエクセルがすっごいきっちりしてると、すっごい見やすいとか。 ね、だからいろんな会計士と付き合っている人は、ね、会計が来るとエクセルのレポートが来るとか何かが来るときにちゃんと色がマッチしているとかスペースがあって読みやすくなっているとかで下のタブに名前がちゃんとついていてでマクロとかのねが本当にうまく決まっているからすっごい簡単にエクセルが読めるとかそういうのがあったらそこを褒めるわけなんですよ、このボタンのマクロすっごい楽で便利ですね、いや本当に素晴らしいですね、このエクセルとか言ってあげるわけよ。よ ね、または仕事のスピードが速い人ねいるじゃんいるじゃんメール送ったら本当に1時間以内で来る中には10分以内で来る人もいるでしょうそこを褒めてあげるわけよいや本当に山崎さんスピード速いですよねもう山崎さんにはかないません本当にだってメール送ったら我慢もう本当に10分以内で毎回届くんですも,んもう本当に仕事が楽になってありがとうございますとか言うと「いやはは」とか言うわけよ、ね、この人 そうすると疲れるでしょ疲れるでしょねだからそういうことなのよ。例えばマナーとかもあるよね。なんかね、例えば OL の人がなんかコーヒーを出すときにすごいマナーで出してるとか、そういうところを見てあげるとか、仕事の中で努力していること、気を使っていること、うまいところを見てあげる。それがシャーロック・ホームズなんですよね。だから、まず本当にこのエネルギーを合わして、この人を褒める、外見のところを褒める、ね、そしてあの仕事のところから褒めるっていうのをあの練習してください。 OK? それができるようになってくると、今度もうちょっと深いインナーのところに入れるようになってきます。インナーのところ。でこれは相手に自信を与えられるようになってくるんですよね。相手に自信を与えられる。でこれ新しいチャッターにしましょう、ね。どうやって自信を与えるのか。どうやって相手に自信を与えるのかっていうところをちょっと説明したいんだけど、ね、まず、 僕が思うのはいっぱい方法はあるんだけどまず簡単に皆さんにぜひ学んでいきたいなと僕に本当に僕がやってた何年も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 ,もやってたのは、ね、まず2種類あるんですよね一つは本当にその人がうまいところを褒めるわけなんですよねだからさっきの会計士みたいに本当にそれがうまいんだったらそれを褒めてあげる本当にスピードが速いんだったらそれを本当に褒めてあげるんだ あげるわけなんですよそうするとその人の自信が高まります。あ、僕うまいんだって。これフィードバックです。ね、なのでそのようなフィードバックそのような褒め方をするとその人の自信が高まります。なので最初の人の自信を与える自信を強くするっていう方法のナンバーワン最初の方法は、ね、本当のことを褒めてあげるっていうことなんですよ。本当にうまいこと。OK。じゃあ今度2つ目。 ナンバー2っていうのがあるんですよねでこれがちょっとスピリチュアルとか、まあ、スピリチュアルになってくるのかなまだスピリチュアルじゃないと思うんだけど、ねね、どういうことかっていうとナンバーツーはその人が下手なことを褒めるんですよその人が苦手なことを褒めてあげるわけなんですよね,ね例えば僕、ね、最初に言ってたあののび太くんをのび太くんがねなんかいつも逃げるじゃないですかね こういう時に、いや、のび太くんってさ、いつもジャイアントとかスネオにさ、ね、いじめられてて、すっごい強いよね、とか。いや、僕だったら全然、無理無理無理、あんないじめ受けてたら、のび太くん本当に強いよ、って言ってあげるわけなんですよ。あらまあ、あらまあ、どういうことなのどういうことなの人の前で話すのが苦手な人がいたら。ね 本当に何か話すのが苦手であっばばばばばってなったらそれが終わったらいや本当によくあんな人の前で話せることうまいよねって話すのうまいよね,ねってでこれ気をつけてあまりにも嘘すぎると伝わんないから本当にちゃんとこのエネルギーのマッチを作って共鳴をこれアドバンステクニックですからねアドバンステクニックですよねこれ下手にやったらあの本当に変なことになるのでちょっと注意しましょう、okay? これは本当に、ね、リーダーになりたい人リーダーの仕事をやっている人 ね、自分の社内の人を育てる人を育てるっていうのがあなたの人生で仕事になっていたらそれがライフワークになっていたらワークになっていたらこのテクニックは学ばないといけないことなんですよそうしないとその人の、まあ、上がらないんですよねのび太くんは強くならないんですよ強いネタやってあげないとねその変なネガティブイメージみつセルフイメージなのがもうエネルギーのパチ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 ,チ誰かが色塗ったみたいな感じでついてるわけなんですよ ね、それを剥がしていくっていうのが僕たちの仕事なのね。ねだからそういうところに光を照らしてあげ,あげるわけなのよ、ね。だからその人が苦手。これ本当にね、僕は、あこれはね、結構ね、斎藤ひとりさんっていう方がいらっしゃるんですけど、彼からちょっと学んだテクニックなんですよね。本当にもう話すのが苦手な人だったら話すの上うまいねとか、そういう感じでちゃんとエネルギーを合わした後に褒めてあげるっていうことです。わあ、ちょっとアドバンスすぎたかな、これは。ね、でも、これができるようになると、 相手の存在を褒めるることができるんできんすよね,ねだからこのような褒め方っていうのが身につくとね本当にマジほぼ70%ぐらいの人と会う時その人の本当の魂の存在っていうかその人の本当の価値っていうのを上げることができるようになってきます。ね その人の存在。ね。生きてくれててありがとうって。あなたが私の人生にいることによって私は本当に幸せだよって。あなたは本当に輝いているよって。これを相手に伝えることができるんだけど、いきなり知らない人にそれをやると、変じゃん。変じゃん。だからエネルギーを合わして、外から入ってきて、徐々々々中に入っていくのね。 でもこれがうまくなると本当にいきなりそれができたりするわけなんですよ。いきなり。やりたいんだったらね。ね OK。で、ちょっとね、えっ、ー、と、やっちゃいけないことっていうのについて復習にして終わりたいと思います。OK。なので、これがファイナルチャプター。ファイナルチャプターになるのかわからないんだけど、やっちゃいけないことね。やっちゃいけないこと。で、これ、マッチするとき、最初にエネルギーを合わせるとき、ね、相手にマッチするときに、 変にマッチしないわけよ。だからバレないようにしないといけないのね。だから話し方のスペース、スピードを合わせるときに、あんまりにもバレるように感じでやらないと。特に自分の動きをやるときに、あんまりにも動きがね、ああ下手だったら、もうすぐバレるわけよ。何やってんのってなるのね。何やってんですかって。マジ何やってんのってなるわけよ。だから、 相手とエネルギーを合わせるっていう時は本当にちょっとずつやって自分のスキルが上がってくるからやってくると3ヶ月ぐらい出てくるようになってくるからこれをやっているとうまくなりますねだから下手にやらないようにバレないようにしてくださいでもう一つ注意しないといけないことはね嘘をつかないのよだからスタイルがダサい人に「かっこいいね」って言ったらその人はスタイルダサいって思ってるからまたは気にしてないから何言ってんのってなるわけよ 何言ってっててるんですかなわけよ、ね、そうするともう営業のチャンスがなくなるっていうかねリーダーシップのチャンスがなくなるっていうかねだからそれは本当に何て言うのかな、ねかね、ダサい人に、ね、かっこいいねとかねそう言われると嫌われますねだから、ね、最初に言ったじゃん、ね、テクニックだけには答えがないわけよだからこのスピリチュアルな部分で相手の成功を祈るっていうその前向きなファウンデーションの上に って家作るじゃんそのファウンデーションの上に例えば一つの窓にテクニック相手と自分の動きを合わせるっていうテクニックを使っていいわけよでもテクニックをファウンデーションにしちゃうと、ね、失敗すると大変なことになるで成功してもそこに本当の自分のハートが入っていないから今度テクニックに頼る男になるわけよね テクニックだけに頼る女になっちゃうわけよね。例えば男性でえ、ね。例えばそのテクニックだけで、で、自分の自信がないね。本当の自分は好かれないんじゃないって。 ね、でもこの心のファンデーションっていうのがあると本当にその人の幸せを祈っているから別にねそのテクニックがなくてもその人を応援することができるテクニックがなくてもその人を幸せにする努力ができるでもテクニックだけを使っているとそれができないわけなんですよねそれはあの例えばその女性だったらそのメイクとかハンドバッグとか外見だけがすっごい綺麗でね,ね六本木とか歩いて銀座とか歩いててね,ね男性の人とか他の女性の人とかもの すっごいきれいもう素敵マイさん素敵とかなるわけだね。ねでもマイさんは自信がないわけよ。なぜかっていうと外見テクニックを自分のファウンデーションにしてるから。だからそうすると年を取っていくとねもっとメイクつけないともっとシワつけないとああシワができた私がダメなんだってあなたはダメになれないわけよ。スピリチュアルな話でいくとこの,子この世が終わってどうだったって言ったらあ私ずっと OK だったんだ。 なんでこんなテクニックをファンデーションにしてたのなんでこういう恐怖を本当だって思っていたのなんでこういう、ね、恐怖を自分の神様にしてたのってなっちゃうわけよね,ね。だからテクニックを神様にしない、ね。ハート、スピリチュアルな部分というか相手の成功を祈るっていうのを神様にしよう。神様っていうのは本当の神様というかその自分が本当に大切にしていることね。うん、っていう意味なんですよ。All、right どうだったかなどうする復習入れた方がいいじゃあちょ、超簡単に復習しよう。 ね、超簡単に復習しよう。テクニックとスピリチュアルっていうのがあって、でもテクニックはすごい役に立つよって。で、まず最初のファウンデーションっていうのは、相手に、ね、タイプがある VLK、ビジュアル系とス、ね、あのアデトリー系と VA 系か、アデトリーとキネステリック、タッチ系の人たちがいて、ね、で、何をやらないといけないのかっていうと、自分の固有振動数、自分の揺れを相手の揺れと合わすっていうことなんですよね。 あのね、だから相手のエネルギーがテンション高いと自分もテンションを上げる相手がいつもこうやって動いていると自分も動いている、ね、相手がじーっとトーンと言ってトーンが同じだったら自分も同じトーンでやるっていうことなんですよ嘘でしょってやってみてやってみてやってみてコメントを。 とか,、ね、なんか教えてください、うん okay. で、それができるようになるとエネルギーを合わせたらまず外から中に入っていくっていうのがいいと思います。うまくなるまで。だから外見を褒めていって嘘はつかないで本当にシャーロック・ホームズになってその人が本当に努力しているっていうのを見つけてあげてそこを褒めてあげる。 ね、その外見ができるようになったら今度その仕事とかもできるようになるから別にどっちや、ね、仕事からスタートしてもいいんだけど仕事で気にしていることとかうまいこととかを褒めてあげる。でもうちょっとこれができるようになってくるとその人の存在っていうのも褒めるように,あのことになるわけよね。なんか仕事が早くていや本当にこういう仕事が早くて助かりますよ。あなたがいて本当に嬉しいですって。ね、私は何々山本さんと仕事ができて本当に仕事が楽しくなりました。ありがとうございますってその人喜ぶわけよ、ね。自信がつくわけよ。 ね、でもうちょっとリーダーシップで人を育てるっていう目線だったら話が下手な人がいたらいやでもよくあんな人の前で話すことができたよねあなた緊張して全然カチカチして動けなかったと思うんだけど、うん、うまくできたよとか言ってあげるとあ私できるかもってなるわけよできないっていう世界からできるかもっていうパースベ i b 可能性がある世界に動くと人間は変わるのね可能性がないって本当に人が信じていたら人は変わらないから人を育てるときは可能性を与えてあげるっていうのがね あのねポイントだからね。あの英語にはね、僕の先生、あのトム・ブラウン・ジュニアっていうトラッカーっていう本を書いてね、あの僕、ネイティブ・アメリカの学校とかちょっと行ってたんですけど、そこにね、あのその人の先生あの、ね、グランファーダーっていう先生がいてね、彼はね、カヨーテ・ティーチャー、カヨーテっていうあの動物いるじゃないですか。ねでどういうことかっていうと、ちょっと嘘をついて、 先先生生をやっている先生なんですよねちょっと深いんだけどそういう感じでちょっと人ができないね話せないって言っても話うまいねっていうのは通ってティーチングって言われてるんですよね,ねひとりさんもこれね言ってて面白いなと思ったんだけど。 Alright, you guys. じゃあね、ちょっと最後まで見てくれてありがとう。ちょっとね、えー、と僕からのお願いがあります。ぜひですね、このビデオに LIKE を押していただければ本当に助かります。ね、こうやって感じる僕も YouTube でね、こういうのを上げていって、月曜日の朝これを作っているんですけど、本当に LIKE ボタンを押してくれると僕にもエネルギーが戻ってくるのですごい嬉しいですで。ぜひね、なんか学んだりとか感じたことがあったらコメントでシェアしてくれたらあの嬉しいです。 で最後にですね、えー、っと僕、のフライトプログラムっていうクリスの塾みたいなのを毎月やってるんですよね。であのオンラインサロンみたいな感じなんだけど、全然オンラインサロンじゃないようなあのオンラインスクールなんですよ。で何をやるかっていうと、毎月あの何か新しいレッスンが入っている、あ Facebook のコミュニティもついている、あのあのの 毎月のコースがあるんですよね。で、あの瞑想のトレーニング、ねあのー、が入っていたり、メンタルトレーニングのベーシックトレーニングコース、本当に2時間ぐらいのコースが入っていたりとか、毎月新しい Q&A、僕に個人的にあの、ね、質問したりとか、ね、そういうのもできるし、あのー、ライブでやったり、毎週、ほぼ毎週ライブでやっているんですけれども、あのぜひですね、これあの30日間無料でトライすることができますので、今日の内容とか、こういう特にスピリチュアル、ハートのこととかね、これをやっぱり学んで 僕の役は僕はガイド役だと本当に思っているのであの僕はあの上の先生とか下の先生とかそういう感じじゃなくて本当にやったり僕たちは本当に時代が変わってきて、ね、昔みたいに成功しないといけないもっと努力しないといけない、ね、うまく人から認められないといけないっていう嘘が今本当にばれているっていう時代に入ってきていると思うんですよねだから仕事のやり方も変わってくるしコミュニケーションも変わってくるし自分が何から逃げているのか本当にそれ逃げる必要はあるのか本当にそのね恐怖っていうのを 嘘かかももししれれななないいいわわけけよよただ単にみんなが思っている嘘もっと努力しないといけないちゃんとしないといけないこういうのやっちゃダメなんだよ出てる空気が立てるんだよやりたいことをやっちゃダメなんだよ我慢しないといけないんだよこういう嘘をそろそろ手放して今人類が進化していく新しいステージに入っていると思うのでこのような あのね、だからただ単にあのこれやったらね、じあのー、もっともっとできる人になるよみたいなね、それできる人になってもまだ恐怖の本当の問題があるから、これ本当の問題を解決、みんなと一緒に解決していくっていうコーツがありますので、もし興味があったら、どっかにリンク、こっちやな、ここやな、これクリックしてください。うん、無料でトライできます、本当に30日間無料なので、でいつでもやめることができるオンラインスクールなので、チェックアウトしていただければ嬉しいです。All right, you guys, thank you so much! And I will see you. And please check out my podcast. Podcast もね、チェックしてください。I love you guys so much. I'll see you next time. ありがとうクリスでしたあ、ちょっと最後のメッセージ忘れてたら。お兄さん、お姉さん。本当に勉強するのうまいですね。特にこういうようなことを興味を持っているっていうのは、すっごい素敵だと思います。僕もこういうの興味持ってて。本当にお兄さん、お姉さん、あなたと会えて、僕は本当に嬉しいです。ありがとうぜひまた会いましょう。 ね、良い週になるように心から祈っております Thank you so much